アジアン映画祭、今夜は台湾ナイトということでお届けをしてまいります。各位来賓、各位朋友、大家好，感谢各位光临第十三届大阪亚洲影展。现在我们开始大阪亚洲影展台湾之夜活动。もう満席のお客様で。啊，今天啊，观众爆满了。熱気がね、舞台の方へと。这种那个会场的热气，我们是感觉到了。さあ、本日司会進行を務めさせていただきますのは私津田直美と、そして通訳でいらっしゃいますが樋口優子さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。我是今天的主持人金田菊美，欢迎是中国日子，请大家多多指教。さて第13回を迎えましたこの大阪アジアン映画祭、もう今年も大阪市内の各劇場におきまして本当にたくさんの皆様方に見ていただいております。アジア各国からさまざまなゲストの方もお越しいただいていまして、本当に華々しい開催となっております。大阪亚洲影展今年迎来了第13届，今年也在春光明媚的这三月里，在大阪市区各个戏院里正在放映多种多样的亚洲地区的新片，同时也接待来自亚洲各国的各位嘉宾，影展正在开得很热闹。そして今年も台湾文化部の特別協賛をいただきまして、こうして台湾電影ルネッサンス2018の特集を組むことができました。今年我们非常荣幸又承蒙了台湾文化部的特别赞助，能够计划组织了台湾电影特辑2018。この特集では台湾からは月刊の我们这个台湾电影特辑里面放映雪观音、小心湾子、午後伤心志、私を月に連れてって、带我去月球、川柳の島、川柳之岛、亮亮と粉子、亮亮和骗子、そしてパープルな日々、6作品が上映されます。紫色女约、总共6部影片、すべてここ大阪が日本初上映ということですので、ぜひこの機会に皆様ご覧いただきたいと思います。这些作品在我们大阪影展全是日本首映的，敬请大家到戏院来观赏。ではここでこの台湾ナイト開会を記念いたしまして、ご来賓のご挨拶でございます。在台湾之夜活动开幕之际，我们欢迎来宾致辞。台北中日経済文化代表所顧問で台湾文化センター所長でいらっしゃいます朱文生様よりご挨拶がございます。有请台北驻日经济文化代表处顾问、台湾文化中心主任朱文清先生。皆様、こんばんは。こんばんは。我是驻日本台湾文化中心朱文清。2014年以来，我一直不参加大阪亚洲影展。去年一年缺席，今年能够再度参加，感到非常的高兴。私は中日台湾文化センターの朱文生と申します。実は私はですね、2014年から毎年この大阪アジア映画祭に参加させていただいておりまして、去年だけは欠席したのですが、今年またこうして参加することができまして大変嬉しく思います。台湾与日本在经济、文化、观光方面的交流非常密切，电影的合作交流也非常的频繁，每年大阪影展都会选映台湾的电影，在此对影展执行委员会的卡米库拉委员长以及相关人员的协助表示由衷的感谢。台湾と日本は経済や文化、観光においても非常に密接な交流を続けておりまして、映画の分野でも頻繁に共同制作や交流が行われております。大阪アジア映画祭では毎年台湾映画を上映していただいており、映画祭の実行委員会の上倉委員長および関係の皆様のご協力に心から御礼を申し上げます。近年来台湾电影题材非常的多元，非常有台湾味，有同志电影，有动物电影，也有与台湾民间信仰有关的电影。透过电影将可以看出台湾社会的自由多元化。
近年台湾映画の題材は実に多様化しておりまして、台湾テイストが非常に濃厚になっております。例えば LGBT の映画、あるいは動物映画、そしてまた台湾の民間信仰に関連した映画など、映画を通して台湾社会の自由さと多元化を感じていただけることでしょう。台湾電影在各大国際影展备受瞩目，今年东京动画大奖长片部门由台湾动画影片《幸福路上》获得首奖，可见台湾动画电影的实力十分坚强。台湾映画は世界の各地の映画祭においてさまざまな賞をいただいておりますけれども、実は今年の東京アニメーション映画祭におきまして、オン・ザ・ハピネス・ロードという作品がグランプリを取りました。この、賞をいただいたということからしましても、台湾のアニメーションのですね、充実ぶりがうかがえると思います。今年大阪影展共有6部台湾电影参展，其中有3部入围竞赛部门，祝福参赛的影片都能够获得大奖，所有参展的台湾电影在影展后希望都能被引进到日本戏院来上映。今年は全部で6本の台湾映画が大阪アジア映画祭に出品されておりまして、そのうち3作品がコンペティション部門にノミネートされております。グランプリを取れるよう心から祈りたいと思いますし、また映画祭参加のすべての台湾映画が映画祭での上映後、日本で配給が決まり映画館で公開されることを心より願っております。最後、祝福大阪影展更加发展，台湾与日本的电影及文化交流更加密切。谢谢大家。最後に大阪アジア映画祭のますますのご発展をお祈り申し上げるとともに、台湾と日本の映画や文化の交流がより一層緊密になるようお祈り申し上げます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。主文生様でございました。谢谢朱主任。さあ、それではここからは本日の台湾ナイト、素晴らしいゲストの方々をご紹介していきたいと思います。下面给大家介绍一下台湾电影特辑2018参展作品里面的五部电影的主创嘉宾。今日は5作品からゲストの方7名にお越しいただいています。今天介绍的五部电影里面的7位嘉宾。では早速ご紹介してまいりましょう。好，我们有请各位嘉宾。コンペ部門の血管論より監督にお越しいただいています、ヤン・ヤーチェ監督。入围竞赛单元的血观音ヤン・ヤーチェ导演。ようこそお越しいただきます。欢迎ヤン監督。欢迎。台湾電影ルネッサンスからは川柳の島プロデューサーのグオ・シーハン様です。下一位是台湾电影特辑2018参展作品关于指导的制片郭思宏先生。コンペ部門から昇進ワンコ、ここからは3名のお客様にお越しいただきました、チャン・イー監督、プロデューサーのヤン・ホイシャン様、そして同じくプロデューサーペギー・チャオ様です。作为主竞赛单元的国宝相亲剧的チャン・イー导演和制片杨慧珊女士、制片焦雄平女士三位，欢迎你们。短編作品のパワフルな日々に出演をされました才川蘭子様です。然后短編作品里面的演员紫色纽约的演员齐川蘭子女士。そしてこの後台湾ナイトで上映をされますコンペ部門の作品私を月に連れてってからは監督シェ・チュンイー監督です。最後一位是入围主竞赛单元的带我去月球的导演谢俊义先生，欢迎你们。ようこそ大阪へお越しいただきましてありがとうございます。欢迎你们来到大阪。皆様大きな拍手を。通訳をしていただく昇進ワンコの専属通訳ということでお越しいただいております劉国英さんでございます。あ、どうも皆さん、めっちゃ関西弁と伺っております。あの鶴瓶の江戸子です。うまいもんはうまいやな。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さあ、それではそれぞれの皆様より一言ご挨拶をいただきながら進めていきたいと思います。好，现在请各位给我们的给我们的观众讲两句话可以吗？大阪的朋友大家好，我是杨亚哲，第二次来大阪了，很高兴再次看到大家。月刊論の監督ヤンヤチョでございます。ま、今回ですね2回目の、来販なんですけれども、こうやって大阪の皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。2回目ということで大阪の印象ちょっとお伺いしていいでしょうか？您是第二次来大阪啊，那么请您讲一讲大阪给你留下印象是什么的印象呢？我每次来就是一直吃跟一直喝酒。食い倒れですから、存分に楽しませてもらいます。可以很放心的喝酒跟笑的。まあつまり安心して笑って食って寝るところです。はい、拍手お願いします。樋口さん補足ございましたら大丈夫ですか？ありがとうございます。作品のこともお伺いしたいと思いますけれども、今回非常にサスペンスタッチ。但是观音呢是有点女性はちょっと怖いと思うような。但我们可能我们女观众呢，是不是看到您的电影以后会まだご覧になっていないお客様もいらっしゃると思うので、也许ちょっとどういう观众呢还没有看这个电影呢，请稍微给我们介绍一下这是什么的电影。OK。血观音是据说是台湾影史以来里面有个最可怕的女人在里面啦。其实该害怕的不是女生，是看到是男生吧，看到这么可怕的女人，害怕的应该是男生才对。啊，そうですね。それは女性自身が怖いではなくて。まあ、今日ご来席の男性の中で絶対一番怖い女性はいてはりますよね。その方のことです。ありがとうございます。怖がらなく、女性は別にこの映画を見て特に怖いという思っていただくようではなくて、男性の方が怖い女性を描いているので、男性の方がむしろですね怖があるんじゃないでしょうか。日本の女性太乖了，她应该学一下那个电影里面台湾的女人有多厉害。这是你的经验，我的经验不太像是这样，我可以讲吗？彼の経験上は日本の女性はとても優しいから、ぜひこの台湾の女性をご参考してくださいと。で、僕は嫁大阪やけど全然そう思ってませんけどね。はい、すいません、補足で申し訳ない。さあ、じゃあ次に行きたいと思います。次のお客様に、はい、ご紹介したいと思います。川柳の島のプロデューサーゴーシーハンさんです。川柳指導的ゴースハン先生。大阪的观众大家好，这是我第一次来到大阪亚洲电影节，然后带着张晋云导演川柳指导来到这一边，我应该是这里资历最浅的，然后希望大家多多指教，谢谢。皆さんこんにちは。僕は大阪にこれが初めてなんですけれども、このゲストの中でですね、ジャン・イー監督、まあ、本当に大ベテランで大先輩なんですけれども、ジャン・イー監督からしたら本当に僕はまだですね若造なんですが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょうど先ほどシネリーブの方で上映が終わったばかりで、お客様の反応はいかがでしたか？刚刚在另外一个戏院里面，刚刚结束放映，放映嘛，怎么样？观众的反应，我们大阪观众的反应怎么样？观众反应，还不错。那刚刚有可能是哟。啊，还不错。然后，因为我还要在第二场周末，可能人会比较多，今天稍微少一点。おそらく週末の上映だとですね、お客さんがもう満席っていう状態だと思うんですけども、今日はちょっとだけ寂しかったですね。うん。まあこれから見ていただく皆さんにちょっとじゃあここをぜひ見てほしいっていうところをご紹介いただけますか？也许在场的那个观众呢还没看到你们的那个电影了，请你稍微推荐一下这个你们的亮点。作为一个制片，我觉得它是一个非常低成本的制作，然后却可以做出其实
已经可以和市面上的国片其实很接近的一个规模，然后希望大家可以看到我们的用心。そうですね、もうこのプロデューサーの目から見るとですね、これは実にですね、低予算の作品なんですけれども、しかしですね、まあ、台湾の映画としてですね、とても一生懸命ですね、世界の皆さんにいろいろと見ていただけるように一生懸命作った作品なんですね。ぜひ皆さん見に来てください。ぜひ皆さんご覧ください。テレビでも賞を取りましたし、映画賞もこの作品は受賞しております。这部影片呢，首先是在那个电视台播放了，也得过奖啊，然后也在那个世界各地，也得过奖啊，所以呢，希望在座的各位呢，也来看你们的电影。嗯，对，我也同意。ありがとうございます。はい、皆さん見てください。お隣でございますが、3名様お越しいただいております。昇進ワンコの監督プロデューサーでいらっしゃる、ここでリュウさんが本当は登場ということになってたんですけども、ちょっと早く出過ぎてね申し訳ないんですけど、まあ、さっきの河原島も一つやっぱり僕は一番大事に思ったのは、やっぱ大阪スタイルやな、安くてうまいとね。それはもう一度盛大な拍手お願いできますか。はい、我是说你做的片子是修口短话。Thank you, ありがとう。ありがとう、no, no, 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 你要说大きに。大きに。じゃあ、リュウさん、昇進ワンコ言っていいですか？すみません、お願いします。じゃあ、昇進ワンコのまず監督から伺いたいと思いますが、チャンイー監督でございます。まず、この人、通訳で大丈夫ですか？我想要跟您先请教一下、張大哥、我的翻译、您觉得安心吗？どうぞ。大きい。ごゆっくり。大きい。もうそういう大阪弁ばかり教えてらっしゃるんですね。だって大阪やもん。まあそりゃそうですけど。さあ映画のことも伺っていきたいと思います。はい、アニメーション映画ということで。いや、リュウさんに私伺ってるの。アニメーション映画ということで。はい、すみません。漫画になってしまって、すみません。はい、さっき、シュウさんのお話の中にもアニメーションというのが賞を取ったというお話がございました。台湾ではやっぱりアニメーションというのはすごくこう今注目されているんでしょうか。那想要跟张毅大哥请教一下，说在台湾现在所谓的这种动画，是不是现在越来越受到大家的欢迎，而且你有得到这个奖？我想其实对我来说，开始练习这个动画已经快要十年了。那么值得一提的是，当时我在开始的时候跟杨德昌导演一起，那么当时我们两个人有一个共识，就是如果未来台湾的电影要发展动画，必须要有一个团队。那很遗憾，杨导演不在了，所以感觉上我的担子变成很沉重，这个大概是唯一的感想。ちょっと感想を申し上げたいですが、自分は台湾でアニメーションの映画撮り始めてもう10年ですね。まあ張さんは勉強し始めてっていう言い方されてるんですが、で一つ残念なことがありまして、自分と長年で一緒にやってこられたエドワード・ヤンさん。皆さんご存知ですかね。エドワード・ヤンさんを残念ながら亡くなったんですね、数年前に。で彼とヤンさん共通の思いがありまして、台湾のアニメーションの映画は自分たちのチームで作りたいということでやってこられたんですが、今パートナーがいなくなって自分の荷がさらに重くなったと、責任をさらに強く感じられた次第ですね。はい、はい、ありがとうございます。さあプロデューサーお二人もお越しなので伺いたいと思いますが、やいほ、はい、ほいちゃんさんに伺いたいと思いますけど、これ4つの物語になっております。この作品のこの物語のここがすごいおすすめっていうのがありましたら教えて、もう全部おすすめだと思いますけど、それ聞いていいの？はい、わかりました。想要请教杨小姐几个问题。我们里面有四个故事，当然这四个故事里面，想要请您推荐，应该是都要推荐。
对对对，他还是要想跟您请教这个问题。こんばんは。大家好，我是杨慧生。我曾经在电影12年，然后也离开了电影30年。今天很高兴有这个机会，因为狗，我又回到了这个台上。狗狗的伤心志。那这部电影很慢，非常慢，它的节奏非常慢，而这个它四段故事呢，基本上它都是真实的，发生在我们身边。那为什么特别强调它很慢？我是觉得偶尔我们是不是应该可以有一点点时间慢下来，看一些很慢的电影，是不是可以让我们可以沉淀一下，思考一下我们跟人的关系，跟动物的关系，我们跟环境的关系，跟这个世界的关系。如果我们可以慢下来一点，希望各位可以用慢一点的心情来看这个电影，每一段我都觉得很真实，是打动我的，谢谢。あ、僕ですね。はい。通訳お願いします。ちょっとロングやったんですけど、まあ、ショートでいきます。ショートでよろしくお願いします。巻きが入りました。はい。ありがとうございます。あの、自分自身、ヤンさんね、もう12年間台湾の映画出られて、その彼女の映画見られた方、手を挙げていただけますか？はい。ありがとうございます。现在举手是有看过您的电影的人。不好意思、我自己又开始穿插一点。でその映画から離れて30年です、まあ、やっと今回はワンワンですね、ワンワンのおかげでもう一度ステージのことを上がることができまして、で実はその4つのストーリー全部ほんまの話やね。自分たちが生きている周りの動物の話、環境の話、あるいは世界との話はそのままアニメになって皆さん後でご覧になると思いますが、そういうストーリーなんです。でテンポはとってもとってもゆっくりしちゃうね。その我々は日々皆さん振り返ってみてください、自分の周りのテンポはやっぱりどうしても早いよね。だからぜひこの映画で自分のテンポをゆっくりゆっくり落としだいて、もう一度自分の周りの人、物、こと考えてみていただければ幸いですと。はい、以上ですが、拍手をお願いします。僕が拍手、ヤンさん。シンプルな。ありがとうございます。この隣の同じくプロデューサー、ペギーさんにも伺いたいと思いますが、はい、日本での上映、皆さんにどんなことを感じていただきたいですか？非常に请教我们的ペギー姐姐。姐姐好。想要跟您请教，您想要日本的观众有什么样的感受在看到我们这个电影的时候？这个影片我觉得是最近我看到台湾我最感动的一个电影。因为我觉得那个导演跟惠山两个人这么久的时间，花了9年，对，非常努力的去做一个完全像默片一样的作品，完全用影像声音，然后去做非常复杂的水啊光啊，这些在动画里头最具挑战性的东西，是那个人能做得这么好。而且你在那边刚刚慧山讲了，说你慢慢的看，然后没有一次我觉得我看到看很多遍了啊，每一次看到每一个故事都有不同的感动，而这次在大阪的戏院设备很好，看到的细节更多，真的每一次我都听到有人在哭哭啊。这个影片就是有的人就跟我说，哎呦那个不太忍心去看，但其实你看了以后哭不会那么难受，因为大家都哭了，不是哭完之后其实是觉得非常的舒服的一种，就是我们就是慧山讲的，是
很清楚的人对动物的感情，还有这个世界如何可以更美好啊。然后呢，不要像杨雅哲了，觉得女的人都是坏人。啊，这就是，但是我觉得这个影片真的完全推荐大家。我发现不同的文化的人喜欢不同的段落，有人非。我做过很多的实验，有人喜欢第一段，有人喜欢第二段，有人喜欢第三段，就第四每一段可能都触动每一个人不同的情感，是一定要很戏剧化的翻译。はい、わかりました。もうだいぶこれ難しいで、まあご来席の方は今笑ってはりますけど、皆さん、分かってはると思いますけど、ペキさんはまあ何回も自分でねこの映画拝見させていただいた。ことを変わりまして、で彼女は、まあ、全てのストーリーに対してやはりその人に感動させることがあるんです。それはなぜかそこから生まれてきますと、説明させていただきますと、実は9年間張さんとヤンさんが一生懸命作った映画ですね。まず自分、まあ、自分たちが長い時間かけたことと、もう一つはこの映画の特徴は人の声は出ないんです。音声がない、自分たちがサイレントっていう今外来語言うてはるんで声出えへんいうのは、まあ、僕の言い方で申し訳ないんですけど、サイレントっていいですかね、あどこか行ってしまったか、まあ、そういう映画なんですね。で自分たちが探した雨の音とか、ね、あの犬がこう動いてる足音とか、まあ、そういう音を拾って一生懸命作った映画ですから、で特に今回上演される大阪の映画館はつい昨日、あ一昨日かな、ペキさんが自分でも見に行かれまして、とっても環境も良くて音響がとても良かったんです。まあ、ぜひその皆さん見ていただいて実感していただきたいなと。で泣いてくださいと、それぞれ自分が好きなところで泣いてくださいと。その泣いて自分の中のストレスもリラックスもできて、でこの世の中、人間と動物、世界が必ず幸せの先があるっていうのをポジティブな気持ちを起こしてください。決して先のヤン監督みたいに女性は悪いもんやなとか男性は醜いなという考え方は捨ててくださいねということでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リュウ・パクユンさん、通訳していただきました。さあ、あと二方ご紹介をしたいと思いますが、はい、パープルな日々、これ短編作品です。才川蘭子さんご出演されました。美容師さんでいらっしゃると伺っておりますが、はい、そうです。女優さんデビューの作品ですか？第一次演戏吧。女優じゃなく本当に美容師として、監督のケビンが友達というかお客さんで、でその作るって言ってなりました。因为导演是常到我们这个店里来弄头发，算是我的顾客了，所以这次呢有了这样的机会，我跟他合作是这样的。お名前も役名が実際のお名前で、はい、そうです、本名です。这电影里面用的那个名字也是，是你的那个本名吧？是的。これはドキュメンタリーですのようですが、フィクション。そうですね。是不是纪录片？のようで、そうです。有点像那个纪录片，但是虚构的。はい、二人の出会いと別れみたいなのを描いている作品なんです。実際に。出られてご感想をいただいていいですか？女優さんデビューさせていただいたでしょうか？算是一个爱情故事，两一对男女就是碰面，然后离别这样的故事了。对，怎么样？你这次演第一部戏的感觉怎么样？そうですね。なんかケビンがなんか一応台本作ってくださったんですけど、もう一人一緒に出たそのミュージシャンの周平っていう友達と私覚えなくてもいいって言って。で、大体こういう感じの場面だから自由に話していいっていう感じでやりました。で、导演呢虽然准备了基本的这个台本，
但是他在现场呢，就是让我们给很大的自由的空间。他说那个台词呢，也你们不用记，你们不用背，就是所以呢，在那个排编的现场呢，我们完全能够自由的发挥了。ありがとうございます。あ、谢谢您。じゃあ、そして今日この後皆様にご覧いただく作品の監督でございます。お待たせいたしました。長い間待っていただいて、我也让你久等了。不好意思。本当に申し訳ありません。みんな電影马上就要放映了。不好意思。真的很不好意思。让你久等了。まずお声をね、お聞きしたいと思いますが、ご挨拶をお願いいたします。现在呢请讲两句话给我们的这个观众打个招呼。大家好，我是谢俊逸。我是带我去月球的导演。这是非常高兴带着作品来到大阪，那非常期待看到日本观众看完之后的反应。皆さんこんにちは。私を月に連れてっての監督のシェ・ジュンイです。今回ですね、台湾、失礼しました、大阪に来ることができて本当に嬉しいです。この私を月に連れてってを日本の皆さんがどう見ていただくか、その皆さんの反応を心から期待してます。さあ、どんな風に見ていただくかっていうところなんですけども、監督はどんな風に見てほしいと思ってらっしゃいますか？那导演，请问导演，您希望呢，我们日本的观众怎样去看这个电影呢？我希望，因为它里面是一个由台湾的一个非常有名的歌手，张雨生的歌曲所串起来的电影，然后里面其实是一个青春成长的故事，然后有校园题材，然后有爱情。有梦想，那希望大家都可以就是透过看这个电影，然后找回自己的初衷。そうですね。この歌はですね、非常に有名な歌手であった、張雨生というですね、お亡くなりになったんですけども、この方のですね、伝記的な作品でもありますね。ですのでこの中でですね、歌われているのは、青春。あるいはその学園ものとして見ていただいてもよろしいですし、あるいはまたラブストーリー、そして夢を追いかける映画、ですので皆さん見ていただいて、何かこの自分がですね、若い頃に持っていた、純粋な心、夢をですね、もう一度思い返していただければ嬉しいです。最後にちょっと今から皆さんにご覧いただくんですけども、撮影時のこんなことがあって、あのシーンここでこんなん出てくるけどここ見逃さないでねみたいなのがあったら、ちょっと教えていただいていいですか？最後呢，请给我们的这个观众，讲一下这个你们电影里面的那个亮点。如果有，肯定有很多那个亮点的，稍微让我们提醒一下。这个电影是由两个台湾现在非常有名的男女演员来担当主演，那女生是宋允化，男生是刘以豪，然后他们在里面都真正的去唱歌跳舞，然后也真正的就是去弹乐器，所以其实就可以，大家可以仔细看他们的表现，然后去感受他们带给你们的活力。そうですね、この映画の主演の二人ですね。ビビアン・ソンとそしてからリュウ・イーハオですね、この2人はですね、本当にこの映画の中で実際に歌って踊っていますし、また楽器も演奏していますので、その彼らが実際に、そういうことをしたということでですね、この映画の中での生き生きとしたその活気をですね、感じていただければと思います。はい、この後の上映皆さんお楽しみなさってください。那么电影呢马上就要放映了，请大家期待。だんだん舞台の上の皆さんも疲れていらっしゃったようなので、好像我们的这个见面会太时间太长了，你们是站累了。写真撮影に入りたいと思います。现在是拍照时间，合影留念。それではここで先ほどご挨拶をいただきました朱文生様にお入りいただきまして、大阪アジアン映画祭自己委員長の上倉常紀委員長も加わらせていただきます。委员长，大家一起合影留念。はい、じゃあちょっとグッと寄っていただいて、はい、はい、それでは、はい、真ん中に寄っていただいて、はい、じゃあ、真ん中の方から見ていただきましょうか。那么现在首先请大家看一下中央的那些观众中间的
皆さんにこやかにお願いいたします。带着笑容吧，笑一笑。では右手お願いいたします。那么现在请看右手边这边。はい、そして左手お願いいたします。现在是请看左手边。はい、皆さん大丈夫でしょうか。じゃああそこの、通路のところにですね、はい、オフィシャルのカメラの方がいらっしゃいますので。後面还有我们的那个官方的摄影师的摄影机在那边。后面后面。はい、大丈夫でしょうか。はい、ムービーがございます。はい、じゃあ、ムービーですので。手を振っていただくとか、踊っていただくとか、何でもしていただいて大丈夫です。跳跳舞也行。はい、ありがとうございました。それでは皆様に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。谢谢你们。楽しい舞台挨拶になりました。それぞれのね。ありがとうございます。さあ、それではお待たせをいたしました。監督のお話をちょっと頭に置いていただきながら映画を見ていただくとまた豊かさが増すと思います。各位朋友、让你们久等了，电影马上就要放映了，刚才谢导演把这个亮点告诉大家了，希望你们看电影的时候稍微留意一下。映画が終わった後 Q&A のお時間取っております。お客様からのご質問に監督答えていただきますので、ぜひ積極的にご参加いただきますようお願いいたします。放映後我们还举行 Q&A 时间，那么我们再请谢导演上来给你们进行交流。では私を月に連れてって1時間45分でお届けしてまいります。带我去月球，这个电影的时间放映时间为1小时45分钟。ではごゆっくりとご覧ください。请大家尽情观赏。